オパス。松下を加えて藤田東のサッカーどう変わるつもりだ。出た、藤田東のフラッシュパス。ボールをパスされた選手はダイレクトにパスをつなぎます。島本高校全く動けず。これだけ速いパスワークならドリブルより有効ってわけか。ボールがエリア内の松下に戻った。 あっという間にゴール前。おっとキーパー飛び出した。藤田東ゴール。後半わずか3分。ゴールキーパーが飛び出すのを見